なんだ、またお前たちか。いつまでもうろちょろしやがって。まったく用がないんならとっとと立ち去りなさい。いや、用はあるんですよ。ただし、この庭の池にですが。ん？三沢さん、あなた方警察もこの数日きっちり捜査をしてきたはずだ。こちらの夫人の死と伊藤誠也なる人物の自殺、何か関係があると予想しているんでしょう？で、池に用があるってのはどういうこった？何か重要な証拠物件でも沈んでるってのか？いや、沈んでるんじゃなくて浮いてくるんですよ。ああ？浮いてくる？そうです。ほら、ちょうど実験の準備ができたようだ。マックス監督、今終わったとこです。指定の場所にバッチリ流してきたっすよ。よし、それほど時間はかからないはずだ。池で確認してみよう。はい。おーす。おい、何も。これは何ですかね、これ。やはりそれ、拾ってみてください。中に何か紙片が入ってますね。ふざけてんのか。あ、いや、それは、何が書かれていたかはともかくですね、これで実験は成功です。はあ？どういうことなんだ。諏訪野では湧き水を水路から引いて池を作っている家も多い。代表的なのが鯉の米屋として有名な吉永米店です。この池も同様で、外の水路のある特定の場所から流すことによって、こうして確実にカプセルを庭の池へと届けることができるんです。そしてこのカプセルや紙片、これと似たものをお二人も回収された証拠物品として見ているのでは？現場に落ちていた。そう、夫人の足元に落ちていた手紙、そして彼女の部屋のゴミとしてあったカプセルです。彼女は非常に束縛の強い倉持さんによってスマホの所有を禁じられ、外出も制限されていた。そんな彼女と密かに連絡を取り合う方法として、こういう手段が取られていたわけです。この池に流れ着いたカプセルは、こちらの排水路に設置された金属柵に引っかかり回収される。返事は反対側の金属柵を外して流すことで外の水路で受け取れるというわけです。倉持さんは恋に興味がなく、もっぱら世話は夫人がしていたということですから、気づかれる心配もなかったということでしょう。なるほど。なんでお前らがそんなことまで知ってるのか、いろいろと文句を言いたいところはあるが、ともかくお前の言うことに間違いはなさそうだな。あの監督、それじゃあこうして手紙をやり取りしていた相手というのは、やっぱり伊藤誠也氏しかいないだろうな。三沢さん、
夫人と伊藤さんの死亡推定時刻ほぼ同じだったのでしょう。まあ一つ謎を解いてもらったんだ。これを教えてどちらも午後4時から6時までの間、お前の言う通りほぼ同じ時刻と推定されてるよ。捜査本部でもおおむね示し合わせての心情、まあ場所が離れてるからそう言っていいものかわからんが、そういうことだろうと見解がまとまってたとこだ。お前のおかげで一応その確証が取れたってわけだな。心中、やはりそういうことでしょうね。そうか、そういうことか。あ、倉持さん。今にして思えば、あかりが星愛妻の日に死んだ理由がわかるというものだ。倉持さん、星愛妻は七夕、つまり大陸の剣牛伝説である彦星と織姫の祭りだ。離れ離れになった二人に仰せをさせるため、年に一度天の川へと橋がかかる。離れ離れの二人、それがあかりと伊藤聖也のやつだったと。星愛妻の日に示し合わせて二人で死ぬとは、そこまで当てつけてくれたものじゃないか。私だってあかりを大事にしてきたのに、なぜあんな男と。頭重いな、くそ。監督、おはようございます。気になることって？星愛妻の時間のことです。星愛妻がどうかしたの？刑事さんの言ってたことと違ってるって。
昨日刑事さんが死亡推定時刻言ってましたよね。ああ、午後4時から6時の間だったかな。それなんか変じゃないですか。どういうこと。手紙にあったのは星愛祭の八坂に奉納される時にという文面でした。八坂神社に星愛祭の舞が奉納されるのは午後3時頃。全然時間が違いますよね。よっ、確かにそうだ、時間が合ってない。はい、何らかの理由で予定を変更したとしても変なんです。あんな手紙で密かにやり取りしていた2人がどうやってその変更を示し合わせたんでしょう。そう、そうだ、手紙と死亡した時間が違っている。なのに2人同時刻にどうやって自殺した。ひとあちゃん、まだ事件は解決してない、そういうことか。そんな気がします。マジっすか、まだ事件が解決してないって。まあ、というわけでだ。もう少しここで調査を続けるぞ。すまないが、皆も協力を頼む。はあ、もうここまで来たら止めませんけどね。自分も真相知りたいし。ただ監督、予定よりさらに滞在日数増えて、顎足代の方は大丈夫っすか？給料遅配とか勘弁っすよ。大丈夫だ、なんとかする。なんとかなりそうな顔色じゃないのが不安っすけどね。まあでもちょうどよかったっす。自分もちょっと気になるものを見つけたんで。気になるもの？それ何か手がかりになりそうなことですか？手がかりどころか真犯人そのものの可能性もあるっすよ。昨晩今までの品犯映像を奏さんと確認してたらバッチリ映ってるのめっけたんです。何？すごい、アイネさん、それって一体。それはUFO っす。あれ、反応ないっすね。ほん、マガリ、もう一遍言ってみろ。だから、UFO っす。 UFO が映像に映ってたんです。はあ、UFO？ なんすか、そのバカにしきった言い方は。お前な、こんな大変な事件の真犯人が UFO でしたとか言ってみろ。あの刑事たちにハッタをされるぞ。いやでもマジなんすよ、バッチリ飛んでる姿が映ってて。ほう、でその UFO とやらはどんな形してるんだ？葉巻型か？アダムスキー型か？レンデンシャムの森事件のように高級とか、あるいはエールフランス3532便事件のように形が変化するとかか？やたら詳しいな、おい。つか、そういうんじゃなくて、ちっちゃい黒点みたいなのっすよ。遠すぎて拡大してもよく形が分かんなかったっす。ああ、はいはい、だったらハムシか鳥だろう。よくあることだ。いや見たらわかるっすよ、そういう飛び方じゃないっすもん。わかったわかった、
んじゃ、後で見せてもらうよ。全然信用してねえ。監督、後でいいっすから絶対映像見といてくださいよ。マジで UFO だって分かりますから。そりゃいいけど、お前そんなに UFO ビリーバーだったっけ？別にビリーバーじゃねえですってば。本当に UFO だからそう言ってるんです。ああ、はいはい。やっぱ信用してね。しかしひとあちゃん、手紙にあった時刻と死亡推定時刻の矛盾、よく気づいたな。そういうところミステリー女優に向いてるんじゃないか。だったら嬉しいですけど、たまたまですよ。私、体を動かすと頭が回っていろいろひらめいたりするんです。ああ、ラジオ体操してた時ってことか。どうかしたんですか？ああ、なんでもない、なんでもない。ひとはちゃんがラジオ体操の習慣があるとは知らなかったよ。やっぱり女優としての基礎体力作りで？ん？ああ、いえ、別に習慣じゃないですよ。今日はたまたまラジオ体操したい気分になっただけです。ああ、ああ、そうなのか。たまたまね。はい、たまたまです。奏、すクイズです。中華料理の高級食材といえば熊の手、フカヒレ、そしてツバメのす。正解。さすがは奏だな。監督、奏さんで遊ばないでくださいよ。んじゃ、今日も頑張って調査に回るか。まずはどこに行くんすか？今まで倉持夫人の方ばかり調べてきたからな。伊藤誠也氏の方も当たってみたい。それじゃあ伊藤さんのお宅からですね。ああ、俺にまとわりついてきやがるんだ。ちょっと落ち着いてください、伊藤さん。いい加減にしろって言ってるんだよ。何回同じ話をすりゃ気が済むんだ。まあまあ、そう怒鳴らんで。こっちもね、弟さんの件についてしっかり捜査したいだけなんですが、何か思い出したことでもあれば教えていただけませんかね。もう何もねえよ。大体離れて暮らしてる兄弟のことなんてそう詳しく知ってるはずがねえだろ。あの刑事二人まだここに留まってたんだな。つかまだ捜査を続けてるみたいっすね。私たちと同様に昨晩の手紙の件だけでは納得いかない何かがあるんでしょうか。そうかもしれないな。だとすると事件が二人の心中で片付けられない情報を握ってるのかもしれない。それ刑事さんから教えてもらえるといいんですけどね。うん。
どうも伊藤さん。あんたらか、何の用だ。なあ、いえ、こうしてご縁があったんですから、弟さんに手を合わせるだけでもさせていただこうと思って。大した縁でもなし、いらねえよそんなもん。それに弟は内輪だけの家族葬にするんだ。部外者は遠慮してもらってる。ああ、そうですか。確かに慌ただしいとこお邪魔してしまったみたいですみません。なんか刑事も来てたみたいで。またお前ら盗み聞きしてたのか。すみませんね、どうもそういう巡り合わせのようで。まあいいけどな、あの刑事どもまるで俺のことを犯人みたいに扱いやがって。弟に自殺された人間がなんでそんな扱いされるのか聞かせてほしいもんだ。まあ事情聴取は何度もあるのが普通ですから、あまり気にしなくていいと思いますよ。それでも不愉快なことには変わりねえよ。ああ、お気持ちはごもっともですね。そうだ、鳩屋さんはこちらに来られましたか。ああ、鳩屋。ねえ、昨日倉持さんのお宅でお会いしたんですが、こちらで開業医をされている方で、倉持あかりさんの高校時代の同級生だったとか。ということはあなたや聖也さんとも同級生のはずですから、こちらにも手を合わせに来られたんじゃないですか。ああ、あの鳩屋か。当時はみんなからポッポって言われてたっけ。こっちには来てねえな。俺がいない時に来てたのかもしれねえが。ああ、まだお会いになってないんですね。ま、あいつはあかりに惚れてたからな。そういう理由もあってあちらには手を合わせに行ったんだろ。惚れてたというのは最近の話ですか。まさか、高校時代の話だ。まあ、あかりはクラスでも目立つ美形だったから、そんなやついくらでもいたけどな。ああ、なるほど。もっとも、そういう相手はいつまでたっても気になるもんだ。他人のもんになった今でも惚れてたかもしれねえぜ。ああ。さっきの話どう思う。さっきのって刑事に疑われてるってやつですか。なあ、もっとも一般的な捜査でしかなくても、何度も事情聴取に来られると自分が疑われてるんじゃないかと疑心暗鬼になる人はいるだろうから、彼の思い過ごしということもありえるけどな。どうすかね、顔のそっくりな双子ってミステリーじゃ入れ替わりトリックなんかでおなじみっすからね。そのあたりで警察も何か疑ってるのかも。確かにそういうのをよく見ますね。うん、例えば死んだのは実は兄の方で弟の聖也さんが犯人とか。そういうのはだいたい頭部が切断されたりしてるもんだ。今回はただの首吊り自殺だから、歯型の照会とかでわかるだろう。ああ、まあそうっすね。それじゃあ
入れ替わったふりして実は入れ替わってなくて、死んだのはやっぱり弟の聖夜さんとか。そのまんまだよ、ひとあちゃん。あ、そっか。あ、実は倉持夫人と不倫をしていたのは兄の咲夫さんの方だったとか。ほう、夫人が好意を抱いたのは聖夜さんの方だったんですけど、こっそり入れ替わった咲夫さんが弟さんのふりをして付き合ってしまっていたとか。どうでしょう、夫人は弟さんと思い込んで付き合っていたんですけど、ある日入れ替わっていたことに気づいてしまって、それを責められた咲夫さんに。うわ、何それ、怖っ怖っ。ひとはちゃんの想像怖すぎなんですけど。ただの想像ですけどね。想像つうかほぼサイコホラーだよ。確かに怖い想像だが、もしそれがありえたとしたら、この事件の人間関係が俄然複雑になる。そのあたりどこかで確認しておきたいところだな。おっと、ああ失礼。あれ、あなたたちは昨日の。どうも、ヤグモ映像のヤグモです。倉持さんとは仕事で関わりがありまして。ああそうですか、では倉持さんを訪ねて。ねえ、中におられますか。おられるけど、残念ながら体調が悪いってお休み中でしたよ。僕も薬を届けに来たんですが、お会いできなかったので柴さんという女性に預けてきたところです。そうですか。薬というのはもしかして倉持さんの指の発疹の。ええ、昨日は原因がわからなかったけど、さっきようやく原因がわかったんで処方薬をね。原因って虫に刺されたんじゃなかったんですか。ああ、虫じゃなくてアレルギーでした。ほう、何のアレルギーです。それはごめんなさい、患者さんの個人情報に当たるんで。なあ、まあそれはそうでしょうね。鯉の餌やりは柴さんの仕事になったんすね。ええ、先生はそもそも鯉に興味がないですし、今まで餌をやっていた奥様が亡くなってからは私がやってます。ああ、あの町の噂聞きました。え、噂？いえ、特に何も聞いてないですけど。ねえ監督。ああ、何か聞いたっけかな。あの、昨日あたりから町の人たち何人もから聞いてる噂があって、すごく気になってるんですけど。それ、どんな噂でしょう。言いますけど、笑わないでくださいね。大丈夫、笑ったりなんてしないっすよ。なら言いますけど、実は。太鼓谷稲荷にキツネビが現れたんです。
え？キツネビ？それは興味深い。本物ならぜひカメラに収めたいところだが、それいつの話です？それが奥様の亡くなった晩らしくて、深夜太鼓谷稲荷の千本鳥居のあたり、あのあたり夜は真っ暗なんですけど、そこにチラチラっと狐火が光ってたとか。10分ほどその狐火がチラチラと千本鳥居の中腹あたりを揺らめいて、それきり消えてしまったそうなんです。うわっ、怖っ。想像したらめっちゃ怖い光景っすよ、それ。それに奥様の亡くなった晩だったこともあって、奥様の魂がお稲荷様に連れられていったんじゃないかなんていう人もいて。さらに怖っ、怖っ。監督、やばいっすよ、ここ。UFO は出るわ、キツネビは出るわ、オカルト大集合っすよ。 UFO はともかく、それ、見間違いとか錯覚とかではないんですね。多分、何人もの方が見たって言ってますから。入れるみたいですね。なあ、一応部屋の中を確認しておこう。こりゃひどいありさまっすね。掃除大変っすよ。ほんと、事件現場なんてなるもんじゃないっすね。まあな、捜査のためだから仕方ないが、とにかく部屋の中ちょっと調べてみよう。まだ片付けを何もしてない状態だし、警察も現場保存のために遺体発見時と変わらない状態にしてあるはずだ。床、白い粉が散ってますね。これ踏まない方がいいんでしょうか。いや、もうとっくに指紋採取も終わってるんだし、踏んでも問題ないと思うよ。ああ。柴さんが事件当日、午後3時前に夫人の様子を伺ったと言ってたが、ここから覗いたってことかな。でしょうね。わざわざ外に出てあちらの窓から覗いたとは思えませんし。ちょっと開いてるな。おかしいっすね。塩素ガスで自殺するんだったらこういう隙間も密閉しておくと思うんすけど。まあ塩素ガスというのは下に溜まりやすい性質を持っているし、この程度の隙間なら換気にもならないとは思うけどな。しかし、倉持さん、体調が悪くてお休み中ってあのお医者さんが言ってましたね。なあ、寝込んでるようならちょっと会うのは無理かな。